細田健一は、日本の政治家、計算官僚。自由民主党所属の衆議院議員。元農林水産大臣政務官。愛知県名古屋市生まれ。東海高等学校を経て、京都大学法学部卒業。1988年、通商産業省に入省し、1994年から1年間、橋本龍太郎通商産業大臣の下で、 広報担当の補佐官を務める。1997年から3年間、マドリッドの在スペイン日本大使館へ出向。2003年、ハーバード大学、ケネリ行政大学院で行政学の修士号を取得。2006年に経産省を退官し、2008年まで民間企業に勤務する。2009年から1年間、自由民主党の斉藤健衆議院議員の下で、 政策スタッフを務めた。2012年7月、自由民主党新潟県第二選挙区支部長に就任。同年12月の第46回衆議院議員総選挙に自民党公認で新潟2区から出馬し、民主党前職の和潮栄一郎を約1万2000秒差で破り、初当選した。当選後、政和政策研究会に入会。2014年の 第47回衆議院議員総選挙では、新潟2区で民主党の和潮102票の僅差で破り、再選。2016年8月5日、農林水産大臣政務官に就任。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では、新潟2区で無所属で出馬した和をに約1万6000差で、破れるも比例北陸新越ブロックで復活当選。 ありがとうございます。